祝慶応義塾高校甲子園優勝名場面ベスト9。イエーイ。せーの。若き地にもゆるもの好奇見てる我ら希望の明星仰ぎてここに。うわー、はい、行く行く、え、はい、マジでマジで、はい、マジ行けますよ今日これ。これは決勝の決勝のやつ、ね、決勝なので若き地中にホームランを打つという丸田くん、ね、さすが名場面、うん、1個いっちゃってしまった、ましたけど、また後で、ね、語りましょうかということで、俺どうやって突っ込んだらいいか分からなくて、絶対丸田君の、丸田君のね、ホームランなんですけどもね、はい、まあね、と言ってましたけども、まあ、はい、優勝しました。おめでとうございます、本当におめでとう。いや、本当に願ってた優勝。いやー、こんなに嬉しいのっていうのもあるし、うん、こんなになんか、実感湧かないんだなっていう。いや、マジで慶応優勝した感じしないよね。うん、なんか、うん、なんかね、練習の横断幕とかに、うん、慶応日本一って書いて、うん、あの練習してたんですよ。そうだよね、うん、ね、でもね、俺らがいた頃は誰もあんなもん信じてなかったんだよ日本一なんて、うん、本当になっちゃったんだっていう。それ歌やね、マジすげえよ、うん、しかもなんかさ、日本一、まあ、なるパターンってさ、まあ、国体優勝とか春選抜優勝とか、うん、明治神宮大会とかね、ちょっと若干はね、若干1位だけど、なんか言いた、うん、言おうによっちゃみたいな日本一ってあるじゃん、うん、ガチの夏の甲子園、うん、ど真ん中よ、大本命の、みんなが狙う、全高校球児が狙う、もう優勝級ね、もうマジ M1 優勝、もう本当にそう、そうマジで M1 の優勝、そうそうそう、これは ABC とか、そう、とか NHK のやつとかない、あるけど、そう、M1 の優勝みたいな、マジでそう、これは、いや、すごすぎるよ、すごいことをやってのけましたっていう、後輩たちが、素晴らしいね、まずね、羨ましいよ、母校が、いや、これはちょっと本当に俺しかわからないというか、だよね、OB しかわからない、ましてや、野球部ガチの後輩、ガチガチの後輩だもんね。うん、でもうちょっと現地に行かせてもらいましたしね、行ってたね、すいません、あの、いや、いいんだよ別にね、準決と、ね、うん、決勝が、中1日で、うん、で、その1日の中1日の時にあの事務所ライブがね、そうだね、我々ありまして、ね、月に1回の、月に1回オーディション勝ち抜いて、オーディション勝ち上がって、ね、絶対今月優勝するぞというところでね、あのもう決勝のこと考えてネタ飛ばすというね、本当に一番ね、最後の最後のお家でお家すく、ね、伏線を回収しますみたいな一応あったんですけどね、もうそれ全部回収せず、回収せず伏線のまま、もう伏線投げたまま甲子園を迎えましたんでしょ、はぁーとか大阪一さんの顔が感じるネタ中も焦点あって、うん、焦点あって待ってなかったんでね、バサッてのずっと見て、いや本当にすいません、いや良かったよ、優勝おめでとうございます、おめでとうございます、本当森林監督はじめ、ね、大村キャプテンはじめ、もう慶応高校野球部皆さんおめでとうございます、おめでとうございます、もうありがとうございます、正直本当にあの皆様のおかげで我々のチャンネルもちょっと元気になってます、元気になってます、だいぶ、もう本当に、うん、こんなにタコを応援するとは母校でもない、そうだよね、そうだよ、正義は大学は慶応だけ だけど高校は静岡高校だから、そうそう、母校じゃないからね、そうですよね、そういう、まあ、私だけだったんですけど、いやよかったよかった、本当にね、もうおめでたいしありがたいしということで、まあ、名場面、うん、ベスト9ということで、これ甲子園の名場面ですか、あ、そうっす、甲子園、正直予選まで入れたいなと思ってました。予選から名場面だらけでした。あれですよ、なんか甲子園全体の名場面ってことでいいですよね。あ、違うんですよ。慶応高校だけですよ。母校愛強いって。慶応高校の試合のベスト9を。慶応高校のみのね、ベスト9。そうですよ。うん、そんな知らないですよ。他の高校はあんまり。あ、そう。母校愛強いね。母校愛です。もう慶応高校のみんながやった試合を、まあ僕一通りをずっと追いかけてたので、うん、現地に行ったのは準決と決勝だけなんですけどね。なので、まあ、そこの、まあ、名場面ベスト9とは、うん、まあ、つけてはいるんですけど、もう序列はなしで、あ、ちょっと、まあ、今終わったばっかりなので、あんままとめもちょっとうまいことできないかもしれないんですけど、まあ、パッパパッちょっと上げていこうかなと思いますのでね、やっていきましょうか、行こう、レッツゴー、丸田くんのポーズ、これ何、なんかですよね、1個目ですね、はい、初戦、初戦、対北陸高校との試合ですね、福井県代表、そうですね、はいはいはい、その試合で、まあ、名場面1個ちょっと出させてください、まず1つ目ですね、
これじゃないのかなと、まず最初は松井くん魂のリリーフっていうのは、まあ、ここだけではないんですけど、うん、まず初戦どういう流れだったかっていうと、まあ、慶応高校が最初から先制して、うん、もう一気にもう中盤ぐらいまでに9点取っちゃうんですよ。あ、9対0っていう試合です。はいはいはい、で、エースの小宅君ももう降りて、うん、で、松井君に変わるっていう。あの左の子だよね、松井君って。いや、右のサイドスローです。あ、右のサイドスローか。背番号11の。あー、あの子は松井君。松井君です。で、はいはい、まあ、その子が登板するんですけど、まあ、正直な話ね、9-0 です。もう、まあ、正直勝ったと思いました。まあね。うん、まあ、なかなか逆転するのは難しいし。うん、で、まあ、そこの 9-0 に関しては、みんな良かったです。みんな打ちました。あ、打ってたね。うん、もう1番から9番がほとんど打ったと思います。はいはいはい、なので、まあ、そこってよりもここからどう試合が変わっていくかっていうと、 9-0 だったのが最終回に点を取られ出して、あ、そうなん、ね、まず、タイムリー2点タイムリー打たれるんですよ。最終回、最終回松井君が打たれてしまう、急になってしまう、うん、でさらにまたランナーを出したかなんかで、うん、で、甘く入った、まあ、ストレートとか、まあ、ちょっと正確にして分からないですけど、はいはい、甘く入ったボールをスカーンってレフトスタンド持ってかれて、あ、そう、2アウトから9対4になるんですよ。ちょっと怖いな。まあまあ、ね、2アウトか。松井くんの魂のリリーフということで出てきたんですけど、まあ、甲子園こうなるとちょっと空気がだいぶ行ってくれ北陸みたいな、意地見せろみたいな空気になる中で、投げ切った松井くん、まず良かったんじゃないかなという。松井くんは何回か投げてたの？松井くんはね、9だけ。あ、9だけなんだ。9だけ出ていって、確かね、7小宅が投げて、うん、8が、鈴木かも、うん、で、最後に松井くん行きで、ちょっと相手に押されながらも、まあやっぱこう、ね、3年生で元エースっていう、うん、あ、そうなんだ。そう、もともと春の選抜は1番をつけていて、で、まあ小宅くんがガンって上がったから、まあ、11番で登板っていうことなんですけど、確かに、そうだったんだ、うん、あ、これをまあなんとか乗り切ったっていう。いや、どうやって、この子横浜戦最後投げてたもんね。横浜戦も投げてるし、まああとから言うけど広陵戦も投げてますから。だよね。だからあのドア、あれ地方大会優勝した時のピッチャーだね、うん、神奈川県大会決勝でこの子やん最後。あ、そう、優勝として3人でパンパンパン。そう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 、あの、ね、だからまあ北陸の試合は良かったっていうか、ここはまあよく踏ん張ったなっていう名場面ですね。あ、で普通にあとはあの広陵の試合とかはめちゃくちゃまっすぐで押すし、で横浜高校も、まあ、予選の話ですけどね、横浜高校も、6対5よね、横浜高校の最終回、そう、ね、その横6対5で最終回を迎える、横浜高校の怖さたるやというところを締めるとか、確かに、うん、だから北陸高校のこの試合このボールっていうよりは、まあ、リリーフでマジ頑張ったよねっていう。確かに確かに、松井くんね、すげえよマジで、9回だけ投げさす、こう投げて抑えるって、うん、ね、まあ、短いイニングなんだけど、いつ行くかわからない、ね、ピッチャーの難しさっていうのは、まあ、確実なんじゃないですか。はあ、うん、僕なんかあの明治大学との試合でいつ行くか言われてなかったですから、うん、もう6回ぐらいから作ってて、6か5回ぐらい、うん、で結局出るのが最終回なわけですよ、僕ね。もうなんか100球近く投げちゃってて、ブルペンでね、そう、もう肩バキバキになった状態でボンボン打たれるっていう、そういうことがありましたから、難しいからリリーフってね、うん、本当にもうそういう中でやっぱ投げ切ってるということで、まず1個目じゃないかなと、素晴らしい、思いました。初戦が松井君のリリーフ、松井君のリリーフですね。素晴らしい。まあ、北陸高校の試合はね、正直全員良かったですね。うん、あ、これちょっとあるぞって匂った試合ですね。そのまだ全国制覇とは全く思ってなかった、正直最初の試合は。そうね、うん、ただ強力打線が全国でも通じるんだっていうことが本当に強力だったんです。そう、分かったんで。確かに、うわ、行くんじゃない、いいとこまでみたいな。ね、北陸のピッチャー良かったよね、確かに。そう、良かったね、もうガンガン打つから、さすがだ、これ行くぞっていうことはね、思いましたね、っていう1個目です。1個目、はい、はい、そして2つ目、はい、2つ目、これかな。おお、うん、場面って言っちゃあれなんですけど、宇野瀬くんの5打点、これいつの試合かっていうと、広陵高校、広陵戦だ。これは苦しい試合でした。すごかったよね。すごい試合でした。はいはい、まずね、慶応が3点取ります。お、先制してんだ。そう、先制します、 3-0 にします。うん、その3点全部宇野瀬くんが取りました。へえ、レフト前、まずね、初回だったかな、
初回2、3塁だと思います、うん、2、3塁でパーンレフト前打って、うん、で2人返して2点取って、でその後またチャンスで3ランナー3塁で延末君に回ってきて強烈なセカンドゴロカファーストゴロ、はいはいはい、を弾いた、もういや取るんだけどもうサード投げれない、なるほどね、みたいな感じで、まあファーストがアウトになるけど結果でいいって言ってた、それで3点でその後、まあ広陵高校の、攻撃打線もすごかったです、で3点取られます、誰だっけピッチャーその時は、慶応は、慶応は小宅君、あ小宅君だ、小宅君結構その試合はねまあまあちょっと不安な感じの、そうだったんだ、打たれてたんだ、打たれてたんで、3点取られちゃって、はい、タイブレイク、行って、うん、で、そうタイブレイクだ、そうタイブレイクの試合です、あめちゃくちゃ苦しい試合だった、でまあなんかあのほら広陵の真鍋の番、真鍋君の番頭とかあったじゃん、はいはいはい、でそれが失敗に終わるとかね、うん、まあ、プロ注目ね、そうそうプロ注目の左バッターでっかい左バッターをね、バントさせるみたいな作戦もあったりして、で逆に慶応は強攻で行って、あの、うん、いきなり丸田君が打って、で、なんだかんだで、あれだ、ゲッツー崩れがあったんですよ、まず。あ、そう、ゲッツー崩れというか、投げちゃった、冒頭投げちゃって、そうそうそう1回1点入るんですよ、うん。で、4対3かな、その時点で。そうだね。最終回の時点で。うわ、4対3だってなって、わーってなるんですけど、まあ、タイブレイクなんで、4対3はもうほぼ負けに等しいんですよ。しかも先行だしね。うん、先行で4、3は。もう2点取れたら終わりじゃないですか。うん、だから、野伏せ。ここでもう1点でもいいから言ってくれっていうところでやっぱ、ね、あのメガネ君カチーンって打ったライト前、ライト前、しかもピッチャーもさプロ注目の広陵のさエース2年生エースのね、はいはいはい、球速いから、そうそうそう打たれたね、そう、そうだ普通に京高校あの、まあ、横浜高校の話したけど左の杉山とかさ、ね、杉山君とかさもうガンガンプロ注目打っていって、そうだ、ね、特に延末君俺なんか一番好きだな、でも普通に普通に俺 ね, 普通にね、ああいうタイプ好きなんだよね、いやね、いいバッターだよね、いいバッターやし、ちょっとしか見てないけど、うん、いいバッターだなと思って、だからチャンスに強いよね、うん、なんかやってくれそうな感じはある、そうなんだよ、なんかドンとしてる、そう、派手じゃないけど、そう頼りない、いや、そう、丸田くんみたいななんか主人公感ないんだけど、ノブセクのあの目がね、目がねメガネポイントね、で皆さんあの丸田くん色白って騒がれてるじゃないですか、ノブスとかも色白ですか、めっちゃ色白いから、ビオレかなニビアかなどっちだろうな、めっちゃ色白いメガネのなんかあんまり野球になんかいない感じの雰囲気があって、似てるもんちょっと野球やそう野球やってない、野球野球してない感じ、うん、なんか寝起きの俺みたいな顔してるんですよ、ノブスとか寝起きやん、ね、メガネかけてる時の、うん、なんかオフの俺みたいな顔してて、はいはい、野球超うまい、野球超うまくて、いやでも、うん、いい、でもこれで 6-3 なかったんだよ確か、ん 6-3 で勝ちました、結局このおかげで、そうだよね、うん、勝ちましたから、だからすごいよな、うん、やっぱタイブレイクって絶対俺、うん、どっちがいいだと思う、先行、やっぱ先行だよ、ね、タイブレイクは絶対先行よりですよ、これだと思うけど、うん、だって守り方が得られちゃうじゃん先行は、うん、何点取ったかで超前進しか、ね、後ろで OK かが得られちゃうから、タイブレイクになると先行がだいぶ有利だね、うん、裏だとさ何点取れるかも分かんないね、前進するのか後ろ引くかを選ばないといけないから、そうだね、博打だよねっていう、まあだからでも1点差だったら高校の有利だなと思っちゃう、有利だけど、うん、でもそれでももう超前進シフト引くわけじゃん、うん、でなんかたまたまゲッツー取れちゃって勝ったとか、まあその選択肢が選べるわけだから、なんか先行有利なのかなってのもあるんですけど、まあ打ったから先行は関係ないんですよね、で野伏君その打った時のちょっとポーズなんか こんな感じだね、慶応ってなんかこうやってやったりとかするんだけど、キングダムかな、でも何から何着てきてるか、なんかコメント欄で何なんだろう、分かる人は教えてほしいんですけど、野伏君とかあの丸田君は打った後こうやってやったりするじゃん、構えでキャプテンのあの大村君もグワーってやるじゃん、うんうん、フォアボール取るだけでよっしゃ行くぞって野伏君打ってなんなんだろう、これが俺結構好きでグワーっていかないでこうさっと WBC2006 のイチローセンター前打ったイチローみたいな、イチローだけもう全然ベンチの方向かない、そうクールに行くってやるだけみたいな、ね、あれいいなと思って野伏君がそうみんなが打てない時に打ってくるっていうのが本物なんで、確かに結構みんながさ
やっぱ広陵のピッチャーいいから、うん、先週の時に延末君だけ打つみたいな、はい、これかっこいい、頼りになる、好きだね、延末君、うん、一度お話ししたい、本当に、ね、日吉行け、見てたらコメントください、ね、見てたら本当にお願いします、ね、見てんじゃない、慶応高校のナイン、意外と ググってるでしょ。エゴサしてないですか？してないかな？してないですか？僕ら出てきてません？一応 OB 先輩だよ。ね、コメントしてください、ね。続いて3個目。3個目。もう負けたと思った。沖縄尚学。メキシコ戦だと思った。違います。いやあれも負けたと思いました。あれもだいぶ絶望しました。あれは2回負けたと思いました。でしょ。2回あれ負けたかと思ったと思ったら俺は。いやあの沖縄尚学です。沖縄尚学、ね。もう負けたと思いましたよ。東恩納君のピッチング一巡見て。あれは良かったね。ね。うわきっつーみたいな、あの現地に行けてないんですけど、まあ、映像でずっとあの多分申告敬遠でお話しましたけど、あの事務所ライブのお手伝い中にね、あのずっと僕ら見てて怒られるっていう、そうだその日だぐらい見てましたから、そうだそう、東恩納君対慶応というところでこうずっと見てて、うわ全然打てる気がしなかった、1巡目クソいいピッチャーだね、うん、あの子大会ナンバーワンじゃない、大会そうだよね、多分ね、仙台行くのユダ君とどっちがみたいなところもあるけど、ユダ君も疲れてなかったね、そう1巡目の東恩納君は完成度高すぎた、いやキッズこれっていうでだよ、うん、で、まあ、鈴木嘉門君がこっちは先発して、うん、3回か2回ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、甘く入ったね、まあ、スライダー、はいはい、抜けすらかわかんないですけど、カチーンってレフトスタンド持ってかれて、あれ見てたわ、2-0、うん、いやーここまでかと、そうだよね、早いけどな、早いけど、まあでもあのピッチング見せられたらね、ちょっとかかっちゃう、あのああいうピッチャーの勝ち方、東恩納君のあの状態の時の勝ち方っていうのは 1-0 なんですよ、うん、誰か当たってるやつがガーンってホームラン持ってって、うんうん、全力で抑えて 1-0 勝つみたいな、はいはい、っていうのがまあああいうピッチャーの勝ち方じゃないですか、うん、まあ大体大体ね、うん、僅差で、そう、先制されちゃいけない、そう、先制されちゃいけない、もう追いかける立場だったら、もうどん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 相手に気づいちゃうっていうところで2点取られました、うん、正直覚悟した、俺はもう覚悟した、うん、あこれは峠だと、もう今夜が山ですと、今夜が山ですよ、もうそう、心臓止まりかけてました、そんな中で、うん、はい、満塁だったかな、うん、満塁でチャンスを迎えて、うん、4番の加藤、優吾くん、加藤くんね、右に5って書いて優吾です、あれすごいね、どういうこと、どういうこともう左打席絶対に入れたくないじゃん親みたいな、確かにあれで左バッターに生まれてたらどうするのっていうことですけどまあ運よく右バッターですから、ね、で今優吾くんが、はいはい、東恩納くんもね、うん、ちょっと疲れ出して浮いてきたかなみたいな、うん、4回ですかね、そこでまたガーン書かないって取られて全然書いてない、全然俺喋ってた、ずっとずっと前振り長いなと思ってたということで、ということで、沖縄尚学の、うん、ね、沖縄、うん、尚学、うん、沖縄尚学戦、加藤優吾くんのちょっと書きますね、はい、加藤優吾くん、うん、逆転ツーベース、おめでとうございます、おめでとうございます、いいバッティングだったね、あれ現地にいたかった、いやー行きたかったね、ここら辺から加藤優吾くんガンガン打ち出しますから、はいはい、乗ってきちゃうんだ、乗ってきますから、あんだよなそういうの、一本のヒットをきっかけに、そうで、2年生強っ将来も期待できちゃう、小柳くんも2年でしょ、そう中央時代は2年生が非常に多いんですよ、小柳くんあと左の鈴木くん、あ2年、うん、キャッチャーの渡辺圭君も確かに、鍋圭も2年なの、鍋圭って呼んでるの鍋圭2年なんだ、渡辺千之助君との区別、鍋圭にして、そう鍋圭しろよ、いやそうなんですよ、そう来年も強いね、うん、新チームも、
や、これの時のさ、ちょっと映像マジで見てほしいんですけど、もうアルプスの盛り上がりがすごいのよ。いやー、それはね、ドワーって。で、しかもその、なんだろうな、何がいいってさ、ランナー、例えば1点差で、じゃあ、0-0、逆転の場面にしますか。うん、逆転がおもろいのはさ、じゃあ 4-4 まで追いつきました、うん、ランナーね、ランナー3塁ですと、うん、ここでセンター前打ちました、はい、はい、あ1点確定、やったーじゃん、うん、じゃなくて、これのおもろいところはツーベースなんですよ、うん、で、満塁2点差 OK、うん、状況 OK、 状況大丈夫よ、状況 OK でしょ、うん、ってことはこの一塁ランナーの渡辺千之介くんも帰ってこないと逆転が成立しないんですよ、うん、そうだね。で、加藤くんがガーンってあの左中間抜きました、ね、抜いた、こいつが間に合えっていうところのこのうわいやいや、まあまあまあ、いけいけ、まあ、いけいけ、うわーってここやりたかったんだ、これこれね、これでしょ、いけ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 、カモガシラさんみたいにいいのこれじゃないこれじゃカモさんでやめて、カモ中華これなのよ、でもいやでもそれ分かる、これ分かるし、めちゃくちゃ興奮するとこ、いけ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 ってベンチも盛り上がるやつ、うん、ホームランだとさ、うお、えぐいってなるだけだけど、うん、このツーベースの時の、うん、一塁ランナー帰ってこいが俺野球で一番おもろいと思うのよ、まあ、ちょっとシュートの場合は早すぎたけど、ね、シュートはもうなんか、うん、大谷帰ってきて、うん、次シュートなのこれって、もういるのだったけど、映像で見ちゃう、そうそう、スピード的に確実に大谷がいるはずの位置にもうシュートを追ったからねっていう、あれあれだとちょっとさすがに早すぎる、安心しちゃうんだけど、このね、渡辺選手ギリギリのギリギリで程よいスピードで帰ってきます。いや、いいね。いや、実況もいい実況しますからね、丸太が帰ってくる、なんとか帰ってくる、渡辺選手が帰ってきたみたいな、逆転みたいな感じ、素晴らしい、アルプスが湧く、加藤が吠えるっていう、この時はまだね、応援も別にうんそんなだったよね、まあ言われてない。で、この後、ここら辺からでも、ブワーってアルプスが盛り上がって、うん、その、完全になんか、東恩納くん飲まれるみたいな、あったね。ことを記事にされたりは、うん、まあ、しますけど。すごいよ。沖縄もさ、応援結構特徴的じゃないけどさ、うん。それを上回る慶応ね。余裕もう全然余裕で上回ってましたね。ね、この時点。それがすごいもん。興南が勝った時のさ、優勝した時も、沖縄の応援がすごかったじゃん。うん。うんうん、気にならないぐらい気にならないぐらいの慶応でしたね。すごいよね。これが多分ベスト8なので、これに勝ったら103年ぶりってやつですよ。はいはいはい、はい、の超重要な試合。てか甲子園で試合数多いね。こんな試合してんだ。そう。だってもうここまでだって3回やってんのか。多い人は3回やる。だって北海。いや北陸高陵。あ、北陸高陵でしょ。で。2回戦から登場、慶応は、うん、だから多いところはもう1回やります、そういうことか、うん、やばっ、めっちゃ硬いよ。で、神奈川県大会ともう8回戦ぐらいまで、そうだよね、めちゃめちゃやってるよね、そうずっといけてたんだ、マジでこいつは何連勝してんのっていう話、そうだよね、余裕で十何連勝してますからね、そうだよね、っていう、ここがもう、ここは俺何回も見てる、気持ちいいね、 YouTube とか、あのやっぱ一番よくまとまってるのはバーチャル高校野球さんね、 あれマジ最強、バーチャル高校野球さんツイッターはもう一番よくまとまってるから、一番いいね、うん、あの切り抜き方、あの切り抜きがもうたまらん、でツイッターで、あ、X か、 X で見ると無限にループできるじゃんね、気づいたらもう2、3時間経ってるもんね、気持ちいいんだよな、気持ちいいんですよね、結果勝ってる結果勝ってる、結果勝ってる気持ちいいんだよな、本当に WBC じゃないですけど、本当にこれはナイスバッティング、よーナイスバッティングですわ、確かに、4つ目です、4つ目、ここからは私現地で見てる試合でいきましょう、ここから4-5-6-7-9、ニュースターファースト、ニュースターファースト、あ、違うか、あ、それ間に挟んでるか、いやいや現地で現地で出てたけど、うん、現地ですよね、あの、あれには名場面ないです、ないよ、ゼロです、あのライブに、確かに1個目でもあるね、平場も前で出るぞ、はい、後ろに追いやられましたから、ね、いいですよ、もう、ね、準決勝、はい、岡田純一の順だ、あ、違うか、あんまりそれ言わないよ、河本純一すんだ、はい、次長課長の準決、まあ、最終試合だっけ、準決最終試合あんまないでしょ、
大村くん2点目のタイムリー100億100突っ込む。あのそれおあれね、トータルデモス大村さんね、あの話題になったやつね、水ぶっかけたりとかそうそうじゃないのよ。おもろかったけど、むしゃくちゃ面白い、うん、この藤田くんのタイムリーじゃないのタイムリーボケじゃないのよ。いやーで隠れ音量があってないのよ、ね、そんなにメガトン級のボケだと思ったから違うからありがとうなごめんごめん、すげえ純潔の、これはもう大村くん、キャプテン大村くんタイムリー163センチぐらいしかないからね。そう、これはただのタイムリーではないです。え、欲しくて欲しくて欲しくてしょうがなかったタイムリーわかりますか状況そう教えてください。ちょっとまず準決勝ですよ、うん、勝ったら103年ぶりに決勝行きますよみたいな、はい、どこだっけ相手、ごめんなさい、対戦相手は、土浦日大です。あ、土浦日大だ、そうだそうだ。土浦日大、アルプススタンドで見てました、まあ、その動画もね、うん、ありますからぜひ見ていただければと思いますけれども、はいはい、土浦日大、まあ、最初に幸先よくね、あの先制はできるんですよ、うん、1-0 にします。 1-0 か、最初、うん、ただそのままずっと試合がね進んでいくんですよ。そうね、で結構この試合は攻めでねちょっとまあ、うまく噛み合わないみたいなことが起きます。バントができないとか、あスクイズがちょっと決まらないとか、見た見た見た、結構起きちゃって、流れ変わりやすい。うわー、ちょっとちょっで 1-0 でこの場合勝ってるのがまた怖いと。確かに甲子園だし、うわ怖いなって思ってて、うん、で、大村君の打席でランナー3塁なはずです、うん、でワンアウトかノーアウトかです。で、大村君にも最初スクイズのサインが出るんですよ。で、大村くんがこう行けばいいんですよ、うん、こう行けばできたんですよ、多分バントスクイズだから、こう行ったんですよ。あちょっとね、オーバーに、ちょっとスクイズ、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 スクイズ係にするんですよ、ちょっとこう行っちゃって、ちょっとオーバーに行っちゃった。そう、こう行けばよかった、いつも通りバントしてよかった、映ってっすねそれこれあの、いい感じに汲み取ってください、うん、ね、グッてこう体でグッて下げ、膝を使えばよかった、膝をグッて下げればいけた。でもグッていっちゃったからねもうあれスクイズだってやっちゃったからねスクイズってそういう時あるよね。それそうそう、でファールなんですよ。スクイズがエンドランとかね、まあ、ファールだったからよかったね。確かにうえーってなんです、アルプスさんとまたスクイズやりましょう。えっどうじゃあっランジャタイ、ランジャタイだからそれはスクイズ失敗してる、うん、ラジタイになっちゃった。ラジタイだからそれを、うん、なんでスクイズなっちゃうから、じゃないですよ大村くん、国崎さんじゃないの、違うの、ボケでこうやってやってるんじゃないのでね、それでまあ一回仕切り直しになりまして、うわー良くない流れかなってちょっと言ってたかもしれない。失敗とかはねちょっとね、うん、そこで、大村くんがもう会心のライト前、素晴らしいね、パーンってでも大村くんもまあね、あのノブセクのこの喜び方も好きだけど、うん、もうあのちっちゃいねキャプテンがグーって喜んで本当に欲しかったんだなみたいな、そうだよね、俺ら以上に大村くんが欲しかったよねキャプテンだしね、俺らがこんなに欲しかったなら大村くんもっと欲しかったね、たまんなかったもん次の1点が欲しくて欲しくてっていう、このタイムリーはもうアルプスもすごかった、うん、やっとやみたいな、やっと点入ったよみたいな感じの、これはまあ名場面じゃないかなと。え、これ何対何で勝ったの結局、 2-0？ このまま終わるんですよ試合。うわー、これ取ってなかったら分かんなかったね相当怖いですよ、ね、で最終回もうチャンス潰すんですよ慶応高校は。9回の、8回の裏かな、はいはい、後ろだったのに8回の裏の攻撃をすんげーチャンス潰すんですよ。で9応に行くんですよ 2-0。 怖っ、これが 1-0 だったら怖いよ。怖いね。ところでもう一個見えば見ましてください、はい、このね、準決がありまして、うん、やっぱこれに尽きるんじゃないですかね、この試合は。コタク？おやけくんねもう覚えたやん。あ、コタクじゃないんだって、全員日本人になりましたよ。ほんと、うん、おやけくんなんですよ。なんか、自分の家のことをこれ、あれ、謙遜して言ってるみたいな。うち、コタクですけど家に招くとかに小タク、ちっちゃな家ですけど、うさぎ小屋ですけどじゃないから
まあ、無四球、これポイントですかね。無四球無欠勤無四国ね、それは多分無欠勤です、練習は無欠勤かな、当たり前で風熱出した時休んだかもしれないですけど、親方の無四球ピッチング、いや素晴らしいね。うん、まず言いたいのは無四球の難しさ。本当に、うん、まあ、兵頭哲也はめちゃくちゃフォアボール出してるあれを見てください、ストレートなんて難しいんだから。私もね、ちょっともう現役の時はバチバチのコントロールピッチャーだったんですけど、ちょっとあのパースピの動画でね、まあ、四球出しちゃってますから、うん、本当にストレートなんて難しい、難しいですからね。でもフォアボール出さないって難しいよね。そうなんですよ、勝負しながら、そう、組み立てなきゃいけない、まずそこですけども、あとは尾崎君、まあ、何がいいかっていうと、やっぱこの 2-0 の最終回の、9回の相手の攻めですね、うん、ここ何にも起こさずに終わるっていう、そう、それそうだったこれがすごい、やっぱ高校野球で9回何にも起こさずに終わるってなかなかないから、すごい、絶対ドラマっていうか、そうを起こして、尾崎君自身も9回だからってなると思いきや、なんかひょひょニコニコしながらね、このがすごいよね、なんかメンタルのブレがなさそう、そうね、やっぱ強心臓なんだろうね、うん、うん、やっぱいい場面で投げてるし、なんか笑ってんだよね、打たれた時ね、コールの時もね、同点追いつかれたタイムリーの時もちょっとニコニコしながら投げてました。やっぱエンジョイしてんだよ、エンジョイしてますし、で、小柳くんって、宇都宮ボーイズかほうおうの、出身の子なんですけど、うん、その時に全国1位になってます。あ、すごいね、ボーイズの日本一になってて、うん、その時のピッチャーらしくて、それで70校以上からなんか推薦来てるみたいな話があって、そこでも慶応を選んだみたいな感じなんだけど、その時のボーイズの時の映像を僕見たんですよ、はい、そうすると今と全然違くて、全然違くないな、もういや、なんだろうな、めっちゃ好きじゃんボーイズの時の映像見てんのなんで見て、めっちゃ好きじゃん、出てくるのよ全然主役時代まで行ったか、そう、それ防衛の時、なんかね、まあ、面影はあるんだけど、もうね、変化球、変化球のピッチャーの、で、その時は変化球をグンって曲がって、いい曲がりしてるなって変化球で投げてて、で、その時からコントロールはめちゃくちゃいい、ただ、スピードがね、本当にまっすぐ全然投げてない、多分あんま自信なかったんだけど、はい、中3の時は、うん、ただやっぱりそれでも全国制覇してるわけだから、そうだよ、相当なコントロールがあって、が、140超えてきたっていうのが今の小宅くんのはず、無双してんな、で、2年生でしょ、そう、強っ、そう、川北兄もスラムダンクの川北兄、もともと背ちっちゃいからポイントガードやってたのに、体がどんどんでかくなったからセンターやってます、だからガードくらい動けますみたいなパターン、これ俺スラムダンク読んだことない、読め貸してるよ俺は、川北誰だって川、ごめんなさい、川田兄、おい川田だよお前俺川手最高だ、俺仙道みたいな間違い方してた今、俺セクシー女優だと思ったよ北沢川…沢北じゃねえか、ドアホーっていうやつみたいになりました、ね、全然なかった、まあ、川田兄のみたいな感じで、もともとコントロール多分ね、いやごめん本人か聞いたわけじゃないですけど、僕のあの、ボイスの映像見た感じだと、多分コントロールですごい変化球でやりくりして、うん、フォアボール出さずにやりくりするで全国取りました、うん、相当なコントロールピッチャーが140超えました、まっすぐでも勝負できます、だからインズバめちゃくちゃ攻めれるのよ、インズバってインコース投げ込むことね、うん、インコースバーンって攻めてで無四球、素晴らしい、最高最高、うん、こんないいピッチャーいない、いいピッチャーいない、でもさ、でもよでもさ、あの東女くんとか、あ、まあ、ユダくんとかみたいに騒がれないじゃん、うん、多分広陵のエースの方が多分差が分かれてた、はいはい、小柳君って全然差が分かれてない、そう、ね、ないじゃん、それも良かったかなと思うね、ああ、変にね、こうそう、すごいピッチャーがいるぞっていうよりも、うん、小柳君を見る感じちょっとさ、ちっちゃくてさ、細くて細くて、うん、で、まあ、まあそんな剛速球バーンって投げ込まないし、めっちゃ特徴悪かったよ、だからすんごいスライダー投げてくるわけでもなさそうに見えるけど、多分打席立つと自分の思ってる以上に伸びてくるんだよ、ボールがピャッと飛びてくるみたいな、うん、だけどバッターはあの悔しくてあんまストレート来てないってベンチ言うあれね、お前ストレートになろって、そう、
あんま来てないっていう、ただ自分のミスだよみたいな感じでベンチで言うのが慶応、あの慶応高校じゃない、高校野球あるある、あるあるね、すらあんま曲がってないっつって、ね、全然空振ってるんだから初戦から決勝までみんなそうやって言ってた、みんなそうやってやってる、あんま来てない、あんま来てない、あんま来てない、でも実際は多分そういう感じのピッチだから、あのめっちゃテンポいい、いいじゃん、うん、よかったな、もう実際球数も圧倒的に相手のピッチャーが少ないし、で早打ちもめちゃくちゃ多いな、早打ちで、だから多分想像、だからまっすぐ行くぞで、来た、いや想像以上に来る、パーン打ち上げるみたいなことが多かったのかなっていう、まあ、うん、僕の分析ですけど、いやでも、なんかそうこう、スッとあって、そう、パーンだけど、そうそうそう、だから工藤監督も言ってたよ、うん、あ、慶応、あの、工藤監督、パワースピード教えてくれたのが、あ、工藤、ガッと、やっぱ、お酒投げぞ、お酒投げぞって、ガッて投げて、早いピッチャーと、やっぱこう、ピュッて早い、うん、こっちの方が絶対にタイミング取りづらいから、そうだよね、そう、どこでグーって切るやつはずーっと分かるじゃん、こう、うん、はい、行くよ行くよ行くよ、うん、はい来ましたね、俺だね、うん、でもこう、ピュンってあ、もう来た、まさにそっちの方が、これ、これ だなと思って、小谷君は工藤監督もやっぱそういうピッチャーが、うん、やっぱプロでも活躍するし、そうよね、そういうやっぱ選手をやっぱ、うん、いや、そうなんだ、いい、そういう投手はやっぱ、うん、こうね、活躍できるって言ってたんで、まあ本当にさ、しょうもない居酒屋の話だけどさ、まあ俺のね、野手の同期に東恩納君と湯田君と小宅君がいたら誰と対戦したら打てそうって言ったら、やっぱみんな小宅君って言う、絶対言うやん、そう、やっぱり東恩納君はもうえぐいピッチング見てるしね、湯田君もそうだし、小宅君ってやっぱそうなんだよね、なんかちょっとそう、なんかみんながまだ3人選んでいいよだったら小宅君で示しちゃう感じなんだけど、実はものすごいその現場でしか分からない力強さとか伸びとかキレとかがあるっていうタイプのピッチャーだと思うんです、打席入ったらめっちゃ来てんだろう、うん、来てると思う、多分でも悔しいから、悔しいから甘っまっすぐ来てないっていう高校野球の、ね、強がりのやつですね、うん、まあこれはまあいいピッチング、もうこの9回が素晴らしかった、素晴らしいね、うん、これ5だよね、だからあ、ごめんなさいごめんなさい、これ5個目で、これ5個目ですね、です、 すいませんね、はい、もう正直言ってこれで勝ちは決まりました。カモン君が15メートルぐらいかけて、続いては全力ショートバウンドキャッチじゃない。大好きな自分の慶応が甲子園の決勝、107年ぶりだ。行くしかないでしょ。これなんだよ、うん、本当に。